世界遺産のモズ古墳群があり、およそ100年前からチンチン電車が走る町、大阪府堺市。今日はここのえーもん、文化包丁の物語です。堺内刃物の伝統工芸士野村翔太郎さんが研ぎ上げた一品です。堺の文化包丁というのは周りが柔らかくて真ん中に硬い鋼というのが入ってるんですよね。だから周りが柔らかいから研ぎやすい。そして、中に硬い鋼が入ってるから切れ味がいいっていうのが特徴なんですよね。背中まで全部鋼が入ってる。だから研ぎさえしたら30年でも40年でも使えると思いますね。普通の家庭ではよく切れて長持ちするっていうのがいい包丁だと思いますよね。手入れをすれば何十年も使え、一生ものになる。その自信は包丁に刻まれた翔太郎さんの名前からも感じ取れます。包丁の研ぎ師としてこの道60年、翔太郎さんの仕事とは。この包丁でもここまで鍛冶屋さんの仕事です。ほんでまだ厚みもこんなに厚いですよね。これをこう磨いて切れるようにするのが我々研ぎの仕事になるんですけど、最初は包丁の形をした板、それを研いでいくのですが、研ぎってね、最初の粗研ぎから仕上げまで20いくつ工程があるんですけどね、手で包丁で研ぎますからね、やっぱ刃先がどうしてもどっちかに曲がってくるんです。一つ工程いくごとにそれをまっすぐできてるかどうかというのと、凸凹があるかないかというのに神経使います。機械という機械ないですね。あともう全部自分の手の感覚で研いでいってます。どんな機械より正確なこの手の感覚、まさに研ぎ澄まされた職人技で生み出した包丁。その切れ味は、切りますよ。なんと紙をいとも簡単に切ってしまいます。鋭い切れ味は食材を潰さず、お料理が美味しくなるそうですよ。大阪府堺市文化包丁えーもんです。職人技が詰まった一生ものの包丁、使って切れ味と料理の味を確かめてみてください。